こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日は久しぶりにコンデジ会でキャノンの IXI420F を紹介します。ハードオフジャンク品1100円で買ってきたカメラになります。最近ハードオフの青箱でコンデジを見かけなくなってきているので残念なんですが、私のチャンネルでもコンデジの紹介が少なくなっていまして、前回のコンデジ紹介動画は半年以上前のペンタックス WG3GPS だったので久しぶりのコンデジ紹介になります。だいぶ前に後ろに置いた IXI430F、 こちらを紹介したことがありまして、この2台はどちらも2012年発売、5ヶ月違いで発売されたモデルとなっています。スペック表を見てみると全く同じスペックに見える2台になりまして、ズームは 35mm カメラ換算でワイド24から 120mm 相当の5倍ズームができて、感度が ISO100 から3200、動画はフル HD できるんですが、フレームレートは 24fps 止まりとなっています。でバッテリーがキャノンの NB11L ということで、新しめの IXI では汎用的に使えるバッテリーなのが嬉しいです。このカメラは十字キーとか操作ボタンがなくてタッチパネル式のカメラになっています。こんな感じで、タッチパネルで操作していくことができます。シャッターボタンは普通にこんな感じで押すことができます。フラッシュを設定してみます。強制発光にしてあげて、フラッシュの光る様子を見てみます。光るので注意してください。シャッターを切ります。はい、買ってくれました。かっこいいです。もう一回押してみます。押します。ズームしてみます。ズームします。ワイドに戻します。ズームの音はやや大きめに感じます。フラッシュを切りましたので連写撮影してみます。シャッターを切ります。こんな感じで最初の2枚は速いんですが、その後は安定したスピードで連写をしてくれます。それでは作例を出していきます。今回の IXI420F 一番のお気に入り作例から見ていきます。今しか撮影できない水田の反射を狙って子供の国線を撮影しに行きました。最低感度の ISO100 で撮影していますが、夕日に向いているので絞りが効いて F8 で撮影しています。非常に綺麗に写ってくれて良かったです。空のグラデーションと水田のグラデーションが上下対称になっていていい感じです。ワイドターン 24mm、 ISO100 で絞り解放の F2.7、 シャッタースピードは800分の1秒です。露出はオートのみになりましてマニュアル設定できないんですが、この世代の IXI は絞りが効いてしまう前にシャッタースピードを優先してあげてくれるので電車撮影でも使いやすいです。天気が曇りだったせいもあるんですが、正直シャキッとしない感じはあります。やや眠たい感じの写真が撮影される印象です。これでビビット設定、くっきりカラーで撮影していて、色は濃いんですが全体の雰囲気は柔らかい感じに見えます。コンデジにしては自然な感じに映るのがいい感じです。白黒で撮影しました。モード切り替えだけで白黒撮影できるのがいいです。ただし P モード以外で撮影すると感度がオートになってしまうのでシャッタースピードを上げにくくはなってきます。ISO 感度オートだとシャッタースピード200分の1秒くらいにカメラが設定してくるので、電車撮影だとシャッタースピードが足りない印象です。極彩色モードで撮影しました。モード切り替えが楽しいカメラです。非常に使いやすくて分かりやすい撮影モードばかりでした。昔のコンデジだと分かりにくいモードがいっぱいある印象なんですけど、この世代のデジカメになってくるとモードが分かりやすいです。ジオラマモードです。これで電車の車庫を撮影すると楽しいですよね。まるで N ゲージ、鉄道模型を撮影しているように見えます。本当におもちゃなんじゃないかと疑ってしまうような写りになっています。高い場所から俯瞰して撮影するのがおすすめです。トイカメラモードです。見てもらってわかる通りモードが非常にわかりやすいです。楽しいモードがたくさん用意されているので使ってみようかなという気持ちになります。高感度 ISO1600 で撮影しました。 ISO1600 でもノイズはまずまず綺麗です。ホワイトバランス曇りに設定して夕焼けを狙っていますが、色合いはいまいちな感じです。
スナップで撮影してきました。田植えが終わった水田を逆光、朝日の逆光で撮影しています。ワイドターン 24mm 相当です。太陽の反射部分を見てみるとやや紫色に滲んでいます。テレタンの 120mm 相当、この5倍ズームが優秀なんですよね。 120mm あるのでほとんどこれ1台で事足りてしまいます。テレタン側でも太陽の反射を見ると紫色の気配を感じます。太陽の反射を避けてあげたらいい感じになりました。1600万画素ありますので画質は十分に綺麗です。マクロでボケを見てみます。マクロはワイド側で得意なコンデジなので望遠マクロが好きな私にとっては物足りない部分ではあるんですが、マクロ撮影すると一応ボケてくれます。淡い感じで綺麗だなと感じるんですが、周辺部分はワイドターン 24mm で撮影しているのでそれなりに歪んだ印象を受けます。それでもマクロ撮影するとボケボケになってくれるので楽しく撮影できます。カード型コンデジとしては非常に優秀です。公園の鉄棒です。この作例は色が濃くなりすぎました。コンデジのビビットモードなので注意して使わないとこうなってしまいます。玉ボケを狙ってみました。あんまり綺麗な玉ボケにはなっていないです。後ろの玉ボケは流れた感じに見えますし、手前のボケを見ても流れた感じに見えます。あんまり玉ボケを狙って撮影するカメラではなさそうです。タヌキの置物があったので撮影してみました。表情が面白いです。ワイドターン、テレタンで画角を比較します。左がワイドターンの 24mm 相当、右がテレタンの 120mm 相当です。この5倍ズームは優秀です。左のワイドターンは 24mm なんですが、アスペクト比4対3の 24mm なので、24mm にしてはそんなに広くないかなと感じます。デジタルズーム最大の4倍、光学ズームと合わせて20倍ズーム、480mm 相当の作例です。ISO 感度1600まで上がってしまっているんですが、デジタルズームまずまずかなという印象です。カード型でここまで望遠撮影できるのが嬉しいです。もう1枚デジタルズーム MAX の作例。写りがいいとは言えないんですが、全く使えないこともないです。流し撮りをしてみました。連写速度は速くないですが、頑張れば少しは流し撮りできそうなカメラでした。シャッタースピードを下げるために露出を合わせるのが大変です。夕方とか暗めの時間に流し撮りが楽しめそうです。動画でも子どもの国線を撮影しました。風が強くて水田の反射の方はうまくいきませんでしたが、夕日が綺麗だったのでいい撮影ができたかなと思います。ということでキヤノン IXE420F で撮影してみたという動画でした。最近ジャンクコンデジを見かけなくなってきていて、特にこういうカード型は人気がないのかめっきり見かけなくなりました。コンデジ自体がレアになりつつあるんですが、頑張って見つけて撮影を楽しんでいきたいです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクコンデジのレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。